皆さんこんにちは、 DJ のアコースティックギター講座です。今回のギター講座はコードを抑えるようになる、一気にスッと抑えて綺麗なコードチェンジを目指すための練習方法について、エルヴィスのマスターミニ10です。このギターを使ってお送りしたいと思います。はい、まず押さえる位置というのがありまして、まあこのフレットとフレットの間、どこを押さえても同じ音です。例えば2弦の2フレットを押さえます。2フレットと1フレットの間、どこを押さえても音は同じですよね。じゃあどこでもいいやんって思うんですが、そうじゃないんです。この2フレットだったら2フレット側、2フレットに近いところを押さえてあげると優しい力で押さえられるということで音が出やすいんですね。やってみてください。同じ力でここでこうですね、こっちへ持っていったら音が出なくなる。これは、押さえるべきフレット、この金属の部分、これフレットというんですけど、この頭に弦が乗っかって、ここでこう押さえられて音が出るわけですね。でこの頭のフレットの頭の部分、頂点の部分に近ければ近いほど力はいらないんです。ですのでコードを押さえるときになるべくこっち側、こっち側ですよ、コードこの中のこっち側、 C だったらこうですね、こっちではなくてこっち側を押さえてあげてください。これだけでだいぶ優しい力で音を出すことができます。どのコードでも同じです。 E、Am も同じですよ。こっちで押さえるよりはこっち。ただこれ見てください、 Am の場合3弦と4弦、2フレット押さえますよね。はい、この2フレット押さえた時に薬指は3弦で、中指で4弦というふうになってますね。これ同じとここうやって押さえるのは難しいです。こういう時は多少動いてもいいんですよ。はい、フレットの近くと言いましたが常に近くないといけないわけではないんです。押さえるコードによったらそうやって押さえられない時があります。はい、なるべく押さえれる時は押さえていただくといいですよ。フレットの近く、ボディ側ですからね。はい、これをまず押さえるということを覚えてください。で、押さえるところは指先です。はい、指先の部分、はい、BJ の指も見てくださいね。はい、どうですか。はい、ちょっとへこんだ形が見えてますね。ここで押さえてます。こういう風に指先を曲げたりとかですね、先ではなくちょっとこう腹の部分で押さえてしまうと隣の弦の音が出ないです。はい、隣の弦の音を出すためには指を立ててこうやって押さえるようにしてください。で指を立てるんですよ。はい、こうやって卵を握ってるような感じ、卵ここにあると思ってくださいね。卵を握ってるような感じで握って押さえるということ、まずこれが基本的な部分です。では実際にコードを押さえて、すっきりと綺麗にコードチェンジで音を出すためになんですけども、綺麗に一発でスコンと音を出すためにはこの指一発でスコンって押さえられないとダメなんですよね。初心者の方って C を押さえるときに 1,2,3 っていう風に押さえてないですか。これを一気にスッて押さえるんですよ。これを一気に押さえるための練習っていうのが実はあるんです。まず C でいきましょう。 C のコードを押さえてください。でストロークダウンいきます。でアップストロークの時に今押さえてるのを離します。はい、離して開放弦でジャララーンって引き上げてもらうといいですよ。で次ダウンストロークの時にまた C を押さえます。こうです。はい、やりたいことはどういうことかというと、ちょっと続きでやりますよ。こういうことです。今早くやってますけど、これは一気に BJ は抑えられるから速いスピードでやっただけですよ。この速さでやってでむちゃくちゃになったらこれ練習にならないですからね。あなたができる、見てる皆さんができるスピードでいいです。ダウンでアップで離すで1回でスコーンですよ。1回でスタンプを押したようにこの3つが同時にスポンと下がるようにする練習なんです。最初は1
個2個3個で押さえた後にゆって指がまたあっちこっちの方向に行くので、また戻してこないといけない。これが最初だと思うんですけど、見てください、今 BJ の指離した時どうなってますか。同じ位置で上げてるだけですよね。はい、同じ位置で上がってます。同じように3つが連動してますよね。こういう手を作ってほしいんです。これっていうのは、指がこの押さえるべき位置を覚えて勝手にやってるような感じなんです。その勝手にやるためには何回これを練習するかなんですね。で、こういう練習したことないけど弾いてる人いるじゃないですか。そういう方はどうしてるかというと、いろんな曲を弾いてその中で C のコードを何回か押さえてるうちに指が覚えてこの押さえ方ができるようになるということなんですね。で、そこまでは結構時間がかかるんです。はい、この押さえ方、例えば100回やったら覚えるとすると、曲の中に C のコードいくつありますか。で、100回やるためには何曲やらないといけないでしょうかっていうところなんですけど、これだけを取り出して練習すると100回は簡単にできますよね。まあ100回っていうのはあの仮の話で、まあ人によったら1000回の場合もあるかもしれないですが、1000回分 C が出てくる曲をやるのは大変ですけど、これをやるのはそうでもないですよね。で、指が覚えればあとは一発でスコンってコードチェンジの時に綺麗な音が出ます。これは C だけではなくて他のコードでもやってください。はい、いろんなコードで1回で押さえれるようになりますので、弾きたい曲にあるコード、その中でも苦手なものを取り出してやっていただくといいと思います。例えば Em7、1本の指だけで押さえるコード、これはやらなくても1本だけですから押さえられますよね。苦手なコードだけ取り出してやってください。はい、それがまず第一段階なんです。で、だいぶ抑えられるようになったら次第二段階の練習も今回やっていきましょう。例えば G と C のコードチェンジのところで引っかかるとします。これ例えばですよ、 Am と、Dm でもいいです。人によってその曲の中のこことここのコードのつながりの時にいつも止まるんですよ、苦手なんですよっていうコード、それでいいんです。今は C と G でやってますけども、その苦手なコードでやってくださいね。 C でダウン、 C でアップ、ストロークってことですよ。次 G でダウンストローク、 G でアップストローク、 C でダウンストローク。はい、わかります。やってんのはこういうことです。はい、苦手なコード同士で押さえてダウンストローク、離して次のコードでダウンストロークっていう風にやると、その苦手同士のコードチェンジが慣れてできるようになると思います。はい、そういう風に取り出して練習してみてください。で、そういうのを何曲か続けてるうちに苦手なコード進行っていうのがなくなってきます。なくなってきたらもうあなたは大体の曲が弾けるという風になりますので、こういう攻略方法で1個ずつですね、潰していっていただくといいと思います。で、また難しいコードが、押さえづらいコードが出てきたら同じような練習をする。で、またつなぎ目で難しければまた2つのコードでやるっていう風な感じでコードを攻略していっていただくと、弾き語り綺麗な音が出るようになりますから、はい、楽しみながらやってみてください。ということで BJ のアコースティックギター講座、今回はコードの押さえ方の練習についてお送りいたしました。今回解説に使用しましたギターはこちらです。エルビスのマスターミニ10ですね。はい、オールマホガニーなんです。トップもこれ綺麗なマホガニー、木目が通った、マホガニーなんですけど、あとサイドもバックもマホガニーです。合板なんですけども、よくなる合板です。コンパクトなので持ち運びもしやすいですし、電車移動なんかでも楽ですね。で、ミニなんですけどしっかりとした音量があるので、ライブなんかでも全然マイクで音を拾ってっていうのがいけると思います。 BJ も寝室に置いてですね、
手軽に弾きたい時に弾いてるギターです。このギターの詳細につきましては動画下の概要欄のところに商品リンク貼っておきますので、そちらで確認ください。ということで BJ のアコースティックギター講座、今回のスポンサーはエルビスでお送りいたしました。それではまた別の講座でお会いしましょう。さようなら。